でもレイジです。今日の動画はですね、昨日の、大阪国際女子マラソンで、天満屋の前田穂奈美選手がね、女子マラソン日本記録をね、出しました。19年ぶりにね、更新された記録で、2時間18分台っていうのはね、日本人の女子マラソンの中ではね、初めての、達成だったんですけど、この記録的な快挙を達成した、前田穂奈美選手の走り、そして昨日の大阪国際女子マラソン見てですね、思ったこと3つっていうのをね、今日この動画でね、僕話したいなというふうに思います。結構急遽撮って編集してる動画なんで、テロップとか、編集はね、少なめなんで、ラジオ感覚みたいな感じでね、見てもらえたらなというふうに思います。ちなみにですね、前田穂奈美選手っていうのは、兵庫県出身で、僕、兵庫県出身なんで、同じ兵庫県出身。で、高校が大阪薫英女学院に行ってたんですけど、僕の妻が大阪薫英女学院の中等部にいた時に、薫英女学院の高校生としてね、前田穂奈美選手所属してたので、僕の妻もね、一緒に練習とかね、よくしてたみたいで。で、今はですね、岡山県にある天満に所属してて、僕もね、高校時代はね、岡山県倉敷高校にいたんで、何かとね、こういろいろ縁というか、つながりのある選手で、僕がいつもですね、X の方で、妻の写真とかをね、載せたりすると、いつもいいねを押してくれて、妻が載ってないやつは 100% いいねを押してくれないんですけど、妻が載ってるやつだと 100% いいねを押してくれるね。そんな前田穂奈美選手のね、回想をね、本当に僕ね、夫婦ともどもですね、すごい嬉しかったですね。その話は置いといてですね、このマラソンを見てですね、思ったこと3つ。まず1つ目ですね、マラソン攻略法の正解が見えてきたんじゃないかなというふうに、思ってます。それはですね、よくみんなが言うのは、ネガティブスプリットというものなんですけど、これはですね、わかりやすく言えば、後半ペースアップする。フルマラソン42キロの中で、前半の21キロ、ハーフマラソンより、後半の21キロの分が早い。だんだんペースアップしていくよっていうのをネガティブスプリットというんですね。前半ちょっと遅めに入ってるからっていう意味です。今回ね、前田穂奈美選手がですね、2時間18分59秒というね、記録を出したんですけども、この記録ね、半分に分割すると69分30秒なんですよ。なので、最初のハーフを69分30秒で行って、後半も69分30秒で行けば、これは完全な、ぴったりのペースになるんですけど、今回の前田穂奈美選手のですね、ハーフの通過が69分46秒ということで、やや遅いんですね。ゴールタイムを半分に割ったタイムよりは。後半の方が速くなっています。で、この走りね、結構、勇気のいる走りというか、普通、マラソンって、速いペースメーカーについていって30キロぐらいまでは、タイムを稼いで、残り12キロをなんとか粘ってね、走っていくっていうのがね、これまでのね、マラソンの基本的な走りというか、大体日本人のね、トップアスリートの選手もね、ほぼそういう走り方でね、やってたんですけども、このネガティブスプリットでね、後半上げるという走りで前田穂奈美選手、日本記録更新しました。これですね、いろいろ見ていくとですね、男子日本記録今、鈴木健吾選手2021年の琵琶湖マラソンでね、出しました。これですね、2時間4分56秒っていうタイム。そしてですね、ハーフの、通過62分35秒っていう風にね、なってます。62分35秒ってことはこれ倍にすると、2時間5分10秒なんで、こちら2時間4分56秒。これもネガティブスプリットですね。まず男子と女子の日本記録が、どちらもですね、前半遅いタイムで走って後半上がってるんですよ。これまた世界に目を向けてみると、マラソン世界記録保持者、男子だとキプタム選手、2時間0分35秒。ありえない記録ですけど、そんな記録出してます。2時間0分35秒なんですけど、ハーフの通過が60分48秒でこのレース通過してます。ということは、後半がですね、1時間を切るペース。59分50秒ぐらいできてます、後半。これ日本記録より早いんですね、ちなみに。なので、こちらも、後半上がってる。そして女子、世界記録、アセファ選手、2時間11分53秒。ハーフの通過が66分20秒となってるんで、これだと倍すると2時間12分40秒かかる計算なんで、こちらもですね、後半65分30秒ぐらいまでね、ペースが上がってます。ということで、マラソンもですね、日本記録男女、世界記録男女のね、この計4つ、すべて後半のハーフの方が上がってるというね、事実が出てきました。これはですね、おそらく、今後のね、マラソンのスタンダードになるんじゃないかなというふうに思ってて、明らかにですね、日本人からしても、世界からしてもですね、こっちの方がね、日本記録、世界記録っていう、ある種こう人類の限界の最速のタイムがね、出てるわけですから、その走り方がね、悪いとは思わないわけですよ。この4通りすべてが前半もっと早かったら、ゴールタイムもっと早かったっていうのは、さすがにないんじゃないかなと思うわけですよ。完全にベストなラップペース配分での記録達成だと思うので、これはね、市民ランナーの皆さんとかにもね、この動画を見て、自分もマラソン大会今後走るんだ、みたいな人にもね、通ずることだと思います。前半はしっかり抑える。後半20キロ、後半10キロぐらいからですね、ペースを上げていって、
前半の21キロより後半の21キロの方が速くなる。これの方が人間は速く走れるんじゃないかなというふうに、前田真波選手の走りを見て、今までの記録も全部参考にして、そういうふうにね、思いました。まあ僕自身がね、マラソンそんな走らないですし、そういう走り方でね、どっちの方が良かったのかって検証したわけじゃないので、まあ確実にとは言えないんですけども、まあこれはね、一つマラソンの正解とね、言っても過言ではないんじゃないかなというふうにね、思いました。まあそして二つ目ですね、シューズ。その人に合うものであれば、結局このシューズが一番速いという正解は、ないというふうにね、思いました。先ほど紹介した日本記録、世界記録のですね、男女4人のね、その時履いてたシューズね、見てみました。男子日本記録、鈴木健吾選手はアルファフライの1ですね。ただですね、現在はベーパーフライ3、使ってます。この間の MGC でもベーパーフライ3をね、履いてましたね。で、前田穂波選手はですね、アシックスの、メタスピードエッジだと思います。メタスピードスカイとメタスピードエッジって2種類のね、シューズがあって、まあ、パッと見、あんまわかんないんですよ。で、しかも、履いてるシューズがですね、プロトタイプって言って、まだ完全に発売しないモデルなんで、写真とか映像で見ても、これ、エッジなのかプラスなのかってね、完璧な正解はわからないんですけど、そして、キプタム選手、男子世界記録保持者。こちらは、アルファプライ3です。まあ、これ、鈴木健吾選手と一緒のアルファプライなんですけど、鈴木健吾選手が履いてるのはアルファプライ1であって、アルファプライ3になったら、今度はベーパーフライに履き替えてるぐらいなんで、アルファプライ3とアルファプライ1は、全く履き心地の違うね、合ってる人も違うシューズなのかなっていうふうに、まあ僕もですね、実際に触ったり、履いたりしたことあるんですけど、そう思いました。まあ、そして、女子世界記録保持者、アセファ選手は、アディダスのエボ1ということで、4つのね、記録に対して、まあ3種類のね、メーカーのシューズ、まあそして4種類とも、全く同じシューズではないということで、僕もですね、動画上でですね、このシューズいいんじゃないかとかね、おすすめしたりとか、いろんなソフトシューズね、メタスピードシリーズも買いました。ベーパーフライも買いました。最近はアディオスプロ3ね、まあ、このエボ1の、同じようなシューズなんですけど、まあ、これも買いました。まあ、全部買って、まあ、本当にね、それぞれいいし、まあ、どれがいいのかなっていうのをね、こう悩みながら、厚底シューズで一番速く走れるのはどれなんだみたいなね、検証も前回して、どのシューズが一番速く走れるのかなっていうふうなね、思いは、まあ、みんなあると思うし、僕も実際あって、全部試してみたいなと思ってるところなんですけど、結局、自分に合うものを選べば、全員が一番いいと思うシューズなんて、ないんじゃないかなというふうにね、思いました。現にこのシューズが、世界で一番速くなってますっていうのはないんでね、アディダスの8万円のエボ1履いても負ける人は負けるし、アルファフラ履いてもベーパーフラ履いても走れる人は走れるということですね。まあ、そして3つ目、最後ですね、まあ、これはね、まあ、近年のマラソン界ではね、本当にめちゃくちゃ言われてることなんですけど、まあ、改めてね、思ったことはですね、まあ、5000メートル1万メートルね、トラックのスピード、これ絶対大事だなというふうに思いました。前田穂波選手って5000とかのイメージ全然ないじゃないですか。で、僕も正直ないんですよ。5000メートルなんて走ったことあんのかなみたいな。で、まあ、調べたところ、ほぼ、夏の北連ディスタンスチャレンジって言って北海道に多分合宿ついでに出てるぐらいなんですよ。ガチでトラックの5000の記録狙いに行くみたいなね。そんなのはおそらく前田穂波選手はほぼほぼ出てないんですね。1年に1回ぐらいやる、その北連ディスタンスチャレンジってのに合宿ついでにちょろっとスピード試しで出てるみたいなね。そんな雰囲気だと思うんですけど、そこでですね、15分26秒というね、記録を2022年、1年半前にね、出してます。15分26秒。これ女子の中だとね、めちゃくちゃ速いです。日本選手権余裕で出れますし、5000専門で、やってるスピードランナーでもね、なかなかこの記録出せない。日本の中でもですね、このトップ10にはね、入ってくるようなレベルの、スピードを持っているのがね、実は前田穂波選手。マラソンのイメージしかないと思いますけど、5000メートル15分26秒。めちゃくちゃ速いんですよ、これ。で、まあ、ご存知の通りね、鈴木健吾選手ね。まあ、鈴木健吾選手別にマラソンより前にね、もっと普通にトラックとかで、活躍してて、箱根駅伝でも大活躍しましたから、もちろん1万メートルもね、27分49秒でね、27分50秒ね、切るタイムをですね、2020年の9月に出してます。マラソンで日本記録を出した半年前にね、出してます。まあみんな、マラソンで、その大記録を出す、半年前から1年前ぐらいにですね、5000メートルでも、自己ベストを出してるっていうところで、その過去の記録ではなくて、現在進行形でスピードもしっかり、増しているっていうのがね、マラソンの、ベストを出している選手の特徴なのかなというふうに思いますね。最近ね、MGC の、出場権取って、ちょっと乗りに乗ってます、赤崎明選手、九電工。まあ、この選手もですね、ちょうど今から半年前の北連ディスタンスがね、13分27秒出しますからね、5000メートル。三浦隆二選手にね、直接対決でラストスパートで競り勝って前でゴールしたんですよ。だからものすごいスピード持ってるんですよね。普通に日本選手権5000でも多分俺3番、5番普通に入るんじゃないかなと思ってるぐらいなんで、まあ、こういったね、5000メートル、1万メートルのトラックのスピード、絶対に欠かせないんじゃないかなっていうふうにね、確信しました。以上のね、この3つがですね、僕が、この女子マラソン日本記録の
達成を見て、まあ、これ単品というよりかはこれを見て、今までの男子の日本記録だったり男女の世界記録を見て、この4つのね記録が揃ったところで改めて僕が再確認して思ったことみたいなね話を今回しました。まあ、話変わりますけどね、大記録で言えば先週駒澤大学の佐藤圭太選手がね日本室内記録5000メートルですね、13分9秒、まあ、本当のトラックの日本記録は13分8秒なんであと1秒なんですよ。普通の日本記録にもねあと1秒で届くぐらいの記録をここでこの時期にね出してきたということで、まあ、12分台ねもう出すんじゃないかなっていう風にね佐藤圭太選手ね言われてますけども、まあ、僕はね正直そんな簡単じゃないんじゃないかなっていう風に思ってますよ。別に佐藤圭太選手を否定してるわけじゃなくて、まあ、これね室内の5000メートルってあんまりみんな走ってないからこれ分かりにくいと思うんですけど、これ結構記録出てます。みんなうちの大学の同期もみんなアメリカ行って室内の5000メートルとか走ったんですよ。で結構13分30秒台とかなんかすごい海外でヨーロッパの方で記録みんな出してくるんですよ。これ国内帰ってきて普通の外のね屋外の400メートルトラックでシーズンに走ったらもうえぐい記録出るんちゃうかとか結構みんな思ってたんですけど、なんか蓋を開けてみれば結局それがシーズンベストだったり、それが今のまだ自己ベストのまま屋外の400でもその記録更新できてないやつって結構実はいたりするんで、ヨーロッパとかアメリカで行われてるその室内の5000メートルとかのトラックレースってまあまあ記録出るっていう風にね僕思ってるんで、まあ、佐藤圭太選手はねまあその12分台も普通に行ったらもう余裕で行くでしょみたいなね思いもねまああるかもしれないですけど、まあそんな甘くないし、まあ逆にね言うとそんなね過度な期待せずにね佐藤圭太選手のねまあこれからね先の長い陸上人生をねプレッシャーかけずにね楽しく見守っていければなっていう風にね思ってます。以上がね今日の動画になります。聞いてくれてありがとうございました。